久保さん今回あの絶対回収マインドにしましょうか絶対回収マインドこれねみんなねないんですよねあんまりね僕とか久保さんとかは買ったらその分どうやって取ったろうみたいなねもうやりまくるみたいなうんもはやそれをネタにしてそれ以上稼ぐっていうねだから何かを買えば逆に言うとお金が増えるっていうねだけどみんな何かを買ってお金が減るっていうね 買えば買うほどお金が減り続けて、うん、何もお金生み出せないっていう。僕と久保さんは買ってもお金増えるんで、うん、うん、大丈夫っていうね <laughs>。だから、まあ、お金って降ってこないわけじゃないですか。うん。だから、使ったらなくなるんですよ。ただし、何か物を手に入れたら、例えばね、このコーラ。この、ちょっとすいません、コーラはやってないんですけど、あの、僕、インスタやってて、インスタにストーリー投稿っていうのがあるんですけど、 それで、ね、僕あの最近、ジョージア、コカ・コーラ社がジョージアでこのなんだろうな、この缶コーヒーのこの蓋を開けて、当たりが見えたら当たりみたいな。だからそのガリガリ君の棒の当た,り場当たり場の缶コーヒー版をやってるんですよ。でそれで僕、あの音結構5、6本か7本くらい取ったんですよその。ジョージアの缶コーヒーを買って。 で、この当たりが当たるか当たらないかっていうのをストーリーでこう動画を撮ってね、こう投稿してったんですけど、でどうなったかっていうと、メッセージ来ましたけど、どんなメッセージかっていうと、なんだっけな。なんかあの、ジョージアの,あの当たり感当たりますように、いつもワクワクしながら楽しみに見てみます。っていうメッセージをいただきました。 どうすかね僕がやったことって、缶コーヒー買うじゃないですか。で、その当たりか当たらないかっていうのを、自分でね、ただこうやれば、やったらね、もうそれで終わりなんですよ。何も生まれないんですよ。だけど、それをね、ストーリー投稿で動画で撮ってね、この当たんのかな、外れんのかな、みたいな企画ですよね。で、1本目、2本目、3本目、4本目、5本目、6本目みたいなやっていくわけですよ。で、全部外れてるんですね。<laughs> 全部外れてるんですよ。 <laughs> だけど、いつ当たるのかなっていう、その、見ていただいてる方には、ワクワクだ、いつもワクワクしてますみたいな、当たるといいですねって来たんですけど、まあ、僕の戦略通りですね。たかがジョージアの当たるか当たらないかによって、ただそれだけなんだけど、それだけだけど、価値提供することができる、ワクワクを与えることができる。でも、多くの人は、これ、こういう発想にならないですからね。うーん だからこれをもっとわかりやすい YouTuber の事例で言うならば、1000円の自動販売機で買ったら当たるのかというような企画ですよね。で、それのちっちゃい版ですね。ジョージアの100円のね、缶コーヒーで当たるか当たらないかっていうね。<laughs> ただそれだけです。それを大きく見せるのか、ちっちゃくやるのか。ただそれだけなんですけど、とにかくやるってことですね。<laughs> うん。だから、ネタはいくらでもあるんですよ。 だって、ジョージアの缶コーヒーなんか誰でも買うじゃないですか。だけど、誰もがやらないのが、それを動画で撮って、何かそこでアップしていく、情報発信していくっていうことをやらないんですよ。うん。まあ、それだけでもね、あの、人に何かを与えることができるっていうことをね、あの知ることが大事かなと。でも、知るっていうのもやら,やらないと、フィードバックないですから。僕もやっていく中で、あ、ワクワクして見てくれるんだ、みたいな。逆にね。 逆に今回今シェアしてますけども <laughs> まあ何気なくねやってたんですけどまあ僕はもうなんか習慣みたいになってるんでそういうのが癖になってるんで全部ネタにしちゃうみたいな癖になってるんで狙ってるようで狙ってないっていうか普通なんですよねだけどフィードバック来てあやっぱそうなるよねみたいななんかそんな感じですねうんだからあの 僕のシリーズの中で買い物してきましたっていうね。ただ僕がね、普通に何か買い物してるだけなんですけど、それを報告するだけで、なんか、吉田さん今回何買ってきたのかなみたいな。毎回その買ってきたものを見たいみたいなね。ワクワクを与えるわけですよ。うん。別に僕有名な芸能人じゃないですよ。芸能人がショッピングしに行きましたとかじゃないですよ。普通にトライアルの安いスーパーで何か買ってきてるだけなんですよ。もやし買ってきましたとかね。 なんか、ニンニクあいましたとかね <laughs>。別に高いニンニクじゃなくて、普通のやつだし。うん。まあ、それでもね、いけるわけですよ。うん。とにかく、まあ、絶対回収するマインドっていうのも大事ですけども、大事なんだけど、もっと大事なのが、うーん、やっぱ発信しなければ何も始まらないってことですね。まあ、久保さんの人脈の話もありましたけど、発信しなければ人脈ゼロです。 人集まってこないし、売ることもないし、人脈もないです。うん、そう。ああ、そうそう、ついさっき5分前なんですけど、インスタでね、お悩み相談来ましたよ。 なんかその方にアドバイスしたんですよ。なんかインスタ集客してたんで、結構やり取りして、そのアドバイスしたんですよ。で、そしたら、こんばんは、お久しぶりです。あれから全く制約が取れず、心が折れて、集客やめてしまいました。なかなか難しいですねっていう、あのー、来ました。ご相談が <laughs>。で、そこに対して僕、アンサー動画さっきは作って送ったんですけど、まあ、たまたメッセージ来るんじゃないかな。まあ、結局、もしかしたら僕の商品買ってくれるかもしれないですね <laughs>。ね。<laughs> 集客 <laughs>、集客してるんだけど、なんだ。同じ同業者なんですよね。同じインスタを使って集客してる。その人も集客をしている。で、その同業者に対してアドバイスをする。で、結局、ね、その人は集客できないんで諦めてしまいました、みたいな。で、また僕はア質問、相談に乗ってね、あの、まあ、動画今回送ったんですけど。 まあ、間違いなく僕に興味持ってもらいますよね。まあ、インスタのメッセージで動画が送られてくるなんか絶対ないですから。絶対ないです。僕しかいないですね <laughs>。そう。さっき送りましたよ。久保さん <laughs>、ね。まあ、Facebook のメッセンジャーでね、久保さんと僕ほどこの動画のリレーをしてる人もいないと思いますけど。うんまあ、いろいろお伝えしましたけどね。うん、あのー、やらないと、まあ、始まらないってことです。いってらっしゃい。